小さくて本当に可愛いな。奏でも抱いてみなよ。夫が笑顔で孫を私に渡そうとした。それを娘が止めた。ちょっとお父さんやめてよ。ええ。ババアは戸籍上は他人だからな。赤ちゃん触るなら一回30万払え。ババア。私は怒りを通り越して呆れた。夫も同じだったようで、自分のカバンと私のカバンを持った。帰るか、かなで。私の名前はかなで、50歳の主婦だ。夫の翔太とは結婚して22年になる。私たちの出会いは職場で、私たちは同期だった。最初は6人もいた同期も、2年後には私たち2人になってしまった。私たちが働いていた会社は結構ブラックというか、新入社員には厳しい会社で、辞める人が続出するようなところだった。私は学生時代ずっとバスケ部で、全国大会に行くような強豪校だったので、顧問の先生がものすごく怖かった。だから就職をして上司から怒られても、あの時の先生よりは怖くないしなと思って耐えることができていた。だが同期の人たちはいつも上司や先輩が怖いと怯えていた。私はできる限り励まして、みんなで頑張りたかったのだが、それでも一人また一人と辞めていってしまった。そんな中、唯一の同期として残っていたのが翔太だ。私はどんなに怒られても辞めない彼に対して根性があるなと思った。だが彼はすごく優しい性格をしている。気遣いができて、すっと私に缶コーヒーをくれたりする。正直この会社だと、ずぶとい神経がないと結構きついはずなのに、よく頑張っているなと思う。そして私たちは気がつけば入社して5年が経っていた。私は彼と5周年記念という形で飲みに行こうと誘った。唯一の同期だし、そういうお祝いをしてもいいだろうと思ったのだ。そして会社近くの大衆居酒屋で飲みながら、私は疑問に感じていたことを聞いてみた。翔太ってあまりあの会社には向いていない性格だと思うんだけど、よく続いているよね。辞めたいと思ったことはないの？そりゃあるよ。先輩も上司も怖すぎたし。今でこそ俺自身がいろいろ仕事を回せるようになって優しくなってきてるけど、入社当初はマジで辛かったな。その時になんで辞めなかったの？私たちの同期ってどんどん辞めていったじゃん。そりゃ守らなければいけない娘がいるんだから、やめられないでしょう。え？娘？あれ言ってなかったっけ？ちょっと待って、翔太って結婚してたっけ？私は彼の左薬指を見た。だが指輪はしていない。私がいぶかしげな顔で彼を見ると、彼は慌てて説明をした。いやいや、勘違いしないでよ。奥さんがいるのに指輪外してるとかじゃないんだよ。俺はシングルファーザーなんだ。え？予想していなかった回答に私は戸惑った。なんかごめん。謝んなくていいよ。ちゃんと話したことなかったわけだし。翔太は大学時代に付き合っていた彼女が在学中に妊娠をしてしまい、学生結婚をしていたらしい。だがその相手の女性は子供を産んだ瞬間に行方をくらましてしまったそうだ。翔太は奥さんに逃げられて絶望したが、残された赤ちゃんを育てなければいけないという責任感から、就職後は一生懸命働いて娘を育ててきたらしい。私はその話を聞いて、彼がとても強い人だと思った。本当に辛い思いをしたのだろう。だがそれでも腐らずに頑張って仕事をしている彼を尊敬した。それからだろうか、私は彼のことが気になるようになった。そしてどんどん彼のことが好きになっていった。彼もまた私に対して好意を抱いていたようで、仕事後に食事や飲みに行くようになり、デートにも行くようになった。もちろん娘との時間もあるだろうから、無理のない範囲で会っている。そしてある日、彼は私に告白をしてくれて、私たちは付き合うことになった。それから順調に交際を続けていき、彼は自分の娘に会ってほしいと私に言ってきた。それが遥香との初めての出会いだった。当時遥香は6歳で、とても可愛らしい女の子だった。はじめまして、遥香です。まあ可愛いわね。はじめまして、奏と言います。お姉さんとっても綺麗。あらあら、嬉しいわね。はるかちゃんもとっても可愛いわよ。人懐っこいはるかはすぐに私とも打ち解けてくれて、私たちは楽しく会話をすることができた。それから翔太と2人でデートをする時もあれば、はるかを入れて3人で遊びに行くこともあった。はるかとも距離が縮まっていき、やがて彼女は私のことをお母さんと呼んでくれるようになった。お母さん、なんで帰っちゃうの？え、そりゃまだ私は翔太と結婚してないから。じゃあお父さんと結婚したらいいじゃん。え、
こら、ハルガ、そういうのはお父さんのタイミングで。翔太のタイミングってことは結婚する気はあるの？そりゃもちろんだよ。まあ、かなでがどう思ってるのか次第だけど。私ももちろん翔太と結婚する気はあるよ。じゃなきゃこんな風に一緒にいないよ。本当に？実はさ。そう言って彼は家の引き出しを開けた。指輪をもう用意していたんだ。え？かなで、俺と結婚してくれ。まさかのいきなりのプロポーズに私は驚いてしまったが、ものすごく嬉しかった。私は彼からのプロポーズを承諾して、私たちは結婚することになった。その後、お互いの親に挨拶をして、私たちの結婚生活が始まった。私は仕事を続けながらも、娘との時間をたくさん取ろうと頑張った。基本的に定時に退社をさせてもらって、残業はせずにすぐに家に帰った。そして娘と夫のために晩ご飯を作る。娘は私に学校での出来事などを話してくれて、私はそれを聞くのが好きだった。夫と娘と3人で家族団らんで晩ご飯を食べて幸せな日々を過ごしていた。娘がまだ小さい頃は本当にそうやって幸せだったと思う。だが娘が小学校の高学年になり始めた頃から娘の態度が変わり始めた。いわゆる反抗期に入ったのだ。こら、はるか、宿題はしたの？そうやって夜更かししてテレビを見てたらダメじゃない。うるさいな。お母さんには関係ないでしょ。関係ないって何を？言葉通りの意味を。だってお母さんは本当のお母さんじゃないんだから。え？私はあなたとは本当の親子のようになりたいって思ってるわよ。だからこうやって母親として。それがうざいって言ってるの。私に教育とかしようとしなくていいから。そんな。私は娘がそんな態度を取り出したのでびっくりしてしまった。いくら反抗期だとしてもそれは良くないだろう。私はすぐに夫に相談をした。まさか、はるかがそんなこと。そういう口の聞き方は良くないな。ごめんな。俺がしっかりと注意するから。そう言って夫は私に協力的だった。そしてちゃんと娘のことを怒ってくれたようだ。だがそれは逆効果だった。お父さんにチクるとか最低。そういうことするタイプだったんだ。チクるって言い方は違うでしょう。あなたの態度が良くないからお父さんに相談をしたのよ。別に、私は学校では普通だし、お父さんにだって普通に接してるでしょ。じゃあ私にも普通に接してよ。やだ。なんでなのよ。だって本当の母親じゃないから。娘はそうやって私のことを避け続けた。私は屈せずにコミュニケーションを取ろうとしたが、それでも何度もうざがられた。中学に上がると娘の私への態度はさらにひどくなった。はるか、ご飯できたわよ。明日の授業の準備は終わったの？忘れ物はない？はるか、呼んでるんだけど聞いてるの？あれ？なんか幻聴が聞こえる。え？怖っ。幽霊かな？おい、はるか、いい加減にしなさい。どうしてそうやって母さんにひどい態度を取るんだ。夫も我慢できずに娘のことを叱りつけた。すると娘はきっと夫のことを睨みつけながらこう言った。私のお母さんは再婚相手で本当の母親じゃないってバカにされてるのよ。え？そんな、それは本当か。小学校の時の授業参観で急にお母さんが来るようになったから、クラスの子の母親たちの間で話題になってたみたいだよ。クラスの子に言われて血がつながっていないってバカにされたの。私と夫は絶句してしまった。まさかそんなことがあったなんて。それはクラスの誰なんだ？先生に相談をするから。いいよ、そうやって親が介入したら余計ややこしくなるし。そうか、学校で何かあったらすぐに言ってくれよ。でも、だからって母さんにひどい態度をとっていいということにはならないぞ。はい。娘が晩ご飯を食べ終えて部屋に戻った後、私と夫は遅くまで話し合った。子供の世界でどんなことが起きてるのかって俺たちには全然わからないんだよな。私もまさか私が原因だなんて思わなかったわ。いや、奏が悪いわけじゃないよ。悪いのはくだらないことでバカにしてくる奴らだよ。それにさっきも言ったけど、だからって奏にひどい態度をとっていいわけではない。そこら辺の区別をつけられるようにちゃんと教育するよ。私はとても複雑な気持ちだった。一生懸命に母親になろうと頑張っていたのに、私が母親になったことで娘に苦労をかけていたなんて。
だが私も私でもっと頑張らないと。嫌われても娘とコミュニケーションを取り続けて、いつか本当の親子になりたい。改めてそう思ったのだが、現実はうまくいかなかった。娘は相変わらず私に壁を作ったままだったのだ。夫が注意をしたから無視することはなくなったが、それでも必要以上に関わってこないという感じだった。そして高校生になってからは私に対してまたひどい態度というか言葉を言ってくるようになった。この頃は夫は単身赴任をしていて、2年ほど娘と私は2人暮らしだったのだが、毎日のように私を罵倒してくるのだ。お母さんの料理って本当にワンパターンで美味しくないよね。ていうかさ、子持ちのバツイチに近づいてきたって、やっぱり自分がモテなかったから、子育てに協力するからとか言ってお父さんに近寄ってきたわけ。何言ってるのよ、そういうわけじゃないわよ。いや絶対そうでしょ。じゃなかったらお父さんがあんたみたいなのに引っかかるわけないもの。ちょっと親に向かって。あんたは母親じゃないでしょ、血がつながってないんだから。またそんなこと言って。夫がいないことをいいことに娘は好き放題言ってきた。いちいち相手している方が疲れてしまう。私もかなり精神をすり減らしていた。私が相手をせずに聞き流すようになると、娘はつまらないと思ったのかあまり言ってこなくなった。だが私に対して挨拶とかもしてこなくなり、完全に空気のように扱ってきているという感じだ。夫もなかなか深刻に捉えていたようだが、どうしたらいいのかわからない様子だった。それからずっと溝は深まっていくばかりで、結局高校を卒業するまで私たちはあまりちゃんとした会話はしていない。その後、娘は専門学校に進学し、それを機に一人暮らしを始めた。それと同時期に夫の単身赴任が終わり、私たち夫婦二人での生活がスタートした。結婚当初は三人での生活だったし、つい最近まで娘と二人だったので、私はいろんな意味も含めて夫との二人での生活が始まってすごく嬉しかった。それからはとても平和で穏やかな日々を過ごしていた。娘は正月とお盆に帰ってきてはいたが、私に対しての態度は相変わらずで、それは専門学校を卒業して社会人になっても変わらないようだ。もうさすがに私も諦めていた。そんな中、娘が結婚することになった。結婚の報告を受けた時は純粋におめでたいと思った。だが娘は結婚の時でさえも私を邪険に扱おうとしていた。正直、両家の顔合わせも結婚式も来てほしくないんだよね。お母さんが来ると恥ずかしいっていうかさ。でも婚約者が絶対に連れてきてって言うから仕方なく呼ぶんだからね。どうして大人になってもこうやって私にひどい態度を取ってくるのだろうか。こういう性格を強制しきれなかったことを私と夫は悔やんだ。だが結婚をして嫁ぐことになったのは良かったことだと思う。せめて結婚生活と相手のご家族とはうまくやってほしい。娘の旦那さんはいい人そうだし、しっかりコミュニケーションをとっていれば問題ないだろう。それからしばらくは1年ほどは平和に過ごしていた。だがある日、夫のもとに娘から連絡が来た。どうやら旦那さんが仕事でミスをして減給処分になったらしく、生活が苦しいから資金的な援助をしてほしいとのこと。夫は悩んでいたが、私が OK を出した。そして娘には夫からということで渡していいので、私の給料から援助をすることにした。お金で結婚生活に亀裂が生じるのはやっぱり悲しいことだし、これでも20年ほど育ててきた情もある。だから私は援助をすることにしたのだ。それから少し経ってから娘が妊娠をしたという報告を受けた。私も夫も孫ができることに歓喜した。そして数ヶ月後、娘は無事に赤ちゃんを出産。私と夫は娘夫婦の家に行き、出産祝いを渡した。春が、おめでとう。お父さんありがとう。あ、かわいい赤ちゃんだな。抱いてあげてよ。夫は娘にそう言われて嬉しそうに孫を抱き上げていた。小さくて本当にかわいいな。奏でも抱いてみなよ。夫が笑顔で孫を私に渡そうとした。それを娘が止めた。ちょっとお父さんやめてよ。え？パパは戸籍上は他人だからな。赤ちゃん触るなら一回30万払え。パパ。私は娘の言動に絶句してしまった。夫も目を見開いて驚いている。少しの沈黙の後、娘が再び口を開いた。ババアは言い過ぎたか。でも赤の他人ってことは間違いないからね。私の大事な子は身内にしか触らせないよ。そう言って笑っている娘。ここまでひどい仕打ちをどうして私が受けなければならないのか。私は怒りを通り越して呆れた。
夫も同じだったようで、自分のカバンと私のカバンを持った。帰るか、奏。うん。夫と私が帰ろうとし始めたので、娘は慌てていた。え？何もお父さんまで帰ることないじゃない。夫は娘に冷たい目を向けるとこう言った。もうお父さんと呼ばなくていい。私もお前を娘だと思わないからな。俺はお前が他人だと言っている奏の夫だ。え？夫の発言に娘の顔が青ざめる。娘は私たちを引き止めようとしたが、私たちはそれを無視して娘夫婦の家を後にした。それから娘から夫に対して何件も電話がかかってきたり、メールが来ていた。だが内容はほとんどが資金援助についてのことだった。こんなことでお金の援助はやめないでほしいとか、謝るから許してほしいとか、そういうことだ。私と夫は呆れて全部無視をした。それから3週間ほどが経った頃だろうか、娘の旦那さんが家を訪ねてきた。どうやら一人で来たようなので、私たちは家の中に入れた。娘も何度も家に訪ねてきていたが、私たちは無視をして家に一切入れなかった。急にすみません。ちょっとお話ししたいことがあって。そう言って娘の旦那さんは驚きの事実を私たちに告げた。それは娘が不倫をしていたことだ。何度詳しく話を聞いたところ、娘はマッチングアプリで知り合った若い大学生の男の子に惚れ込み、関係を持っていたそうだ。そして娘が何でもおごったり買い与えていたという。しかもそれは私と夫に援助を求めてもらっていたお金から出されていた。旦那さんがミスをして減給処分に遭っていたというのは嘘だったようだ。私たちはそれを聞いて、とことん娘に呆れてしまった。DNA 鑑定の結果、一応娘が産んだ子は旦那さんと血がつながっていたそうだが、不倫が発覚した以上、もう娘とは結婚生活を続けるつもりはないそうだ。その後、娘は慰謝料を請求され、家からも追い出された。旦那さんは私たちに事前に流れを教えてくれていたので、私と夫はそれを受けて先に引っ越しをしていた。そのため娘からは、一体どこにいるのか、どうして実家がなくなっているのかとメールが来ていたが、私たちはそれすら返事を出さなかった。結果的に娘はボロいアパートに住んでバイトをしながら慰謝料を支払う日々を送っているらしい。子供については旦那さんが親権を勝ち取り、実家でご両親のサポートを得ながら育てているらしい。娘は貢ぐことができなくなったので大学生にも振られ、旦那さんから子供と会うことも断られ、借金だけを背負って孤独な日々を過ごしているということだ。一方、私と夫は新居で平和で穏やかな生活を送っており、娘の元旦那さんの計らいで定期的に孫の顔も見せてもらえている。これからも私は夫を大事にしながら、夫婦二人で仲良く幸せな日々を生きていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。